聖教会での聖大金曜日、方神霊の様子聖金曜日は、キリスト教用語で、杉越の聖なる三日間の復活祭の前の金曜日のこと。樹難日、熟日、聖大金曜日とも呼ばれる。死から名前と移るキリストの杉越の神秘を祝う三日間の、うち、受難年を記念する日。福音書の記述をもとに、イエスの受難を思い起こす特別な天礼や祈りが、 行われることが多い。キリスト教では伝統的にイエスの受難都市は自ら選んでいった行為であり、3日目に復活したことで死を克服したとみなしてきた。福音書や主事の資料からイエスの死の日時を特定するのは簡単ではない。資料を読むことで4月のある金曜日に起こったということはわかる。資料の記述をもとに天文学的な分析を行うと、 紀元33年4月3日になるという説を唱えるものもいる。カトリック教会では聖金曜日には断食を行う習慣がある。断食といっても完全な絶食ではないが、大時と子祭を行うのが一般的である。また聖金曜日は1年間で唯一無差が取り行われない日でもある。聖金曜日は復活祭に合わせて移動するが、最も早い場合で3月20日。 遅い場合だと4月23日になる。カトリック教会の聖金曜日の天礼の最大の特徴は、司祭と複数の朗読者、さらには、改修全員の参加によるイエスの受難の朗読が行われることである。朗読は通常、ヨハネによる福音書から取られている。また、荘厳な共同祈願と堅事した十字会の数形も行われる。 カトリック神徒の多いフィリピンでは、聖金曜日に屋外や通りで大掛かりな受難劇を行うのが伝統となっている。多くのプロテスタントの教会でもこの日に特別な典礼を行っている。16世紀以降、ドイツのルーテル派教会では1年のうちで最も重要な日にして生産を受けるべき日とされ、バッハのまたイ受難曲などが教会で演奏されてきた。この日の賛美歌は、 をるるであるヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカなどの多くの国々では正金曜日が国家の祝祭日として休日になっている。アメリカ合衆国では連邦の祝日にはなっていないが、州の祝日として多くの州で定められているため、主な証券市場が休みとなる。ありがとうございます。